じゃあ今日はね、残念ながら亡くなった、大杉蓮さん、シーズン3ね、イギリスだけの、そうですね、キャバレー、昔のキャバレー、支配の出会いの会で、すごいいい役だったですね。大杉蓮さんは僕の漫画が初めてドラマになった「世にも奇妙な物語」っていうののシリーズの中で「容疑者の男」っていう僕の漫画がドラマになったんですけど、それ10年前ぐらいかな、その時に主演が大杉蓮さんで、お話というより食べるのがすごいうまそうになったっていうのが評判だった。今でもなかなか覚えられてます。だからなんかすごく悲しいです、急にいなくなったんで。それでじゃあ、なんかそめそめそしないで、その時の曲をやろうと、大杉蓮さんが出た回の、その回のために作ったグランドキャバレーっていう曲をやりたいと思います。